一回錆びたところがね、はい、錆びたところのどんな構造をしてるかっていうのが問題ではあるんですけど、一、はい、回錆びたところをパテで見てももう二度と錆びないかっていうとそれは嘘、うん、デスクワーク的に理想的な環境でその状況を再現して作ってるわけですよ。で、毛細管機能をうまく利用しながら流れ走る塗料、まあ、相当シャブいと思うんですよ。シャブシャブですよ。そういうものを選定してやってるんだけども、それはあくまでも机上で一番処理しやすい方法でも、構造体になると折って接合してどうのこうので折った耳のところにもまた別な錆の要因が付着するとかいろいろあるわけですよね。現場で起きてることはね、もっとどえらいことが起きてるわけですよ。そうすると表面上はそれがある程度奥深さはここまではフォローできても、問題はその奥までちゃんとフォローしてるかどうか、たまたまにせよ何にせようまくメーカー通りの処理の仕方が届いてればいいけど、届かないところがあるとそこがどん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 増殖していくわけなんですよ。すごい力ですよ、サビって。すごいですよね。鉄板なんか持ち上げるんですよ。だからその浸透塗料がうまく裏で悪さしてるところまでちゃんと届いて、毛細管機能も働いて、本当にガチガチに固まってれば確かに使いやすい材料ではあると思うんですけど、ちょっとでも残ってるところがあればそこから増幅する、そういうことですね。アルファロメオは日本に上陸してしばらくしてから錆対応の処理をしだしたんですよ。それはね、戸袋の中とか、要は一般的には手が入れられないところ裏側に塗装したんです。タール状のものノックスドールみたいな、うん、ベタベタ、そうそう、それで一時期流行ったことがあった。ところが結局それ何やってるかっていうと、原車がありますよね、袋状になってるところに穴を開けるわけです。そこにノズルを突っ込んで、あっちこっち向こう放射状に塗料をぶちまけるわけです。それは確かにいいんです。だけど考えてみてるかな、イタリアから船積みで車来てるわけです。車だって呼吸してますよね。海の揮発した水蒸気の中、車も一緒に来てるわけです。ってことは車の塗膜の袋状の中も同じ外気を吸ってるわけですから、そういう状態になってるわけです、ね、その上に簡便的に塗膜かけたところで意味ない。それこそ塩パウダーを塗った上にタールを塗ってるようなもんで、かえって悪い。もう手の施しようがなくない。だからその種類の処理をした車でもうあちこちが腐り始めた車、手に負えないですよ。中で広がっちゃってるの。それ何年頃だったんですか。68年から70年ぐらいじゃないかな。1900。すぐそれはやめたんです。またしばらくしたらいつの間にか消え失せてました、ね、っていうのは使ってみないから分かんないわけですよ。何年後の現実っていうのは経過しないと分かんないわけですよね。かえってまずいことになってる。新車の段階では問題ないわけですよ。まっさらですから。外気の当然メーカーですから、それなりの環境の中で作ってるわけで、その時にその処理するのが正解なんです。だけど一度船便でね、遥か彼方から持ってこられたものをその上にその後処理するっていうのは効力が全然違うと思う。下手したら逆効果のパターンも最悪の場合ね。やらないよりはやった方がいいっていうのは、液体硬化面では何も問題起きないわけですよ。問題はその液体物とボタンとの密着層の中で何が起きてるかっていうことですよね。バージンの時にそれをやられるにはもう最強の方法なわけです。ところが時間が経過するのに、その海の中を輸送されてきたものっていうことになると、もう表面上が変化してるじゃないですか。その上に乗った場合、特に悪い環境下で何かが付着している上に乗せた場合は逆効果になります。
で密封しちゃうわけだから使った状態でこれをきれいに下回り洗浄してから塗りますって言ったってそんなに完璧に洗えませんよってことですよね。ですよね。ましてフレームの中でしょ、無理ですよ。下回りにしてもそうですよね。そうです、そうです。そんな完璧に洗えないですよ。洗えないです。下回り洗浄してどうのこうのしても表面で触れる部分はいいですよ。面倒だろうが時間かけようがこすって洗い流すことで、袋の中は何にもできないじゃないですか、バラさないから。塗膜自体の強度は塩害なり何なりを防御するために開発された塗料でしょうから、それに対しては強靭なんだけど、生地と鉄なら鉄の生地と塗料との接触面のところの問題ですよ。仮にね10年経った中古車があったとしようじゃないですか。でそれ購入したと、でそういう情報を聞いたと、で袋の中の塗装をしたと、効力はいかがなものなの。だったら前渡辺さんがおっしゃったように油を拭いた方がいいと思うんですか。その方がね間違いない。以前の時は556でしたけど、まあそれに類したもんだってであれば考えてみてくださいよ。それなりに開発されたって塗料を10年経った車、中がどういう外気からの侵入でどういう付着物なり目に見えないガス的なものが付着してるかもしれない。そこにもう二度と取れないような塗料をバーンと塗膜つけちゃったら、もう中で完全に封入するわけです。封入して中間層の中で藁遊びしなきゃいいけど、いやこれはうまくでしたもんで藁遊びするわけですよ。サビなんてのはみんなそうなわけですよね。で自分でもう温存する形になるわけですよ。でも例えば油だったとすればね、フレームだってどっか穴開いてますでしょ、まあ、危険の問題は無視してもガソリンなりシンナーで吹きつけて洗い流そうと思えば洗い流せますでしょ。害はないですよ。臭いものに蓋をしてはいけないってことですね。そう、現実的にこういうことがありましたよと、まあそれは物質的にはまあ測りがこうでしたよっていう話をしたと思うんですけど、もっと身近にある自動車屋さん行ったらばリフトにロールスロイスが挙げられてたんですよ。たまたま下回りを見ることができたんですよ。でもその時だって新車のロールスロイスじゃなくて、もうあの当時だって2、30年経ってるタイプのロールスロイスだった。ロールスロイスはフレームの上にボディに乗せてるんですけども、エンジンからの油漏れが結構あったロールスロイスの。ところが油でにじんで汚れてはいるんだけど、フレームから何か一切錆びてないんですよ。油がこう撒き散らしてくれたがゆえに、自然に、怪我の巧妙的な感じ、自然に。漏れるっていうのはね、ある別な観点からすればそれはよくない、漏れない方がいいでしょう。それはそうなんだけれども、逆に別な観点からすると漏れたがゆえに錆びさせない、拭けば元通り綺麗だから、あくまでもそういったケミカル商品でいいものは、物質的にはいいものは開発されてると思います。ただそれをいつの時点で処理する、そっちのが問題です、ね、もうサビが発生したところに処理してもそれは逆効果。完全密封した状態でもサビっていうのは増える。サビそれはサビない。あ、これは進行した、ね、完璧にサビない。水が入っててもサビない。あくまでやっぱ酸素がないってことですね。現実的には無理ですね。僕なんか直す場合、特に袋状のものを直さなきゃなんないから、磨きのホワイトメタル鉄板ね、ピカピカですよ。それをまあ入手するわけだ。でもそれって保管庫で錆びないように油が塗られてるんですよ。それはしょうがない。まず油をの拭いて、そしたら普通やんないんだけど鉄板に傷をつけるんです。研磨するんです、ザーッと。でそれが終わったら油っ気をもう一回きれいに拭いて、そこに僕の場合ですよ、エポキシの防水塗装をするんですよ。そこから折り曲げたりなんなりする、内側の面は。
中身はそういう処理がしたいじゃないですか。で僕ははっきり言って面倒だから、それはけ塗りでやるんですよ。その都度ガン出したんで大変な作業になっちゃうんで、そうして折ったり曲げたりして、で袋状にしますよね。で基本的にはやっぱりこの年代のだと全部スポットかけてるんですけど、スポットのところだけが焦げるだけ、全然違いますね。もちろんその溶接の後も最終的には処理する。現実的にはね、焦げるんだけど結果的にいろいろ見ていくと悪さはしてない。でこれをね、溶接は溶接でも酸素のバーナーで溶接したものだって違うと思う。塗装が中で燃え広がっちゃうから、要は鉄板の生地が元通り戻っちゃうんですよ。でも僕が使うスポットはもうガスのシールドを使ってスポットをバーッとかけるだけなんで、もう最低限の熱しかかけないんで、本当にそこの部分だけは焦げるだけだから面倒なんですよ、はっきり言って。中まで下塗りしてってね、だいたい現実作られた当時の車たちは中塗装してないんですよ。袋の中生地のまんまですから。量産車ならともかく限られた台数を作るっていうことになると、カロテリアで作るっていうことになると、そのねパネル裏までの管理っていうのははっきり言ってされてませんね。3桁以下の数字台数しか作らないわけだし、今みたいにその設備的な製造設備の段階でドブ付けとかね、そういうことはされてない時代でしたから、色塗るっつったら表面だけしかないわけです。せいぜい裏でも塗れる範囲で、構造的にも水に対する対応っていうのも考えてはいるんだけれども、そこまで数も限られてるし配慮なされないで作られたことも、それは腐ります。よっぽど環境のいいところで日常を過ごしてきた車以外は CRC の方が安くてお手軽で誰でもできて、洗浄しようと思えばいくらでもできるじゃないですか。一回こう CRC パーッと拭いたらどのぐらい持つもんなんですか。中でどれだけうまく塗れてるかっていうのも当然あるんだけど、半年ぐらいは優に持つでしょう。でどんどん広がっていますからね、油が不思議なぐらい広がってくれるんですよ。その方が僕は害がないと思う。だって現実腐ってないんだもん。いやそれは確かにロールスだから作りがいいっていうのはあるにしても、それにしたってね、下回りのエンジンルームの近辺ですよ。それは一番いいのは、そこサビが見つけたらちゃんと除去して、除去するっていうのは完全に光った金属面を出さなきゃダメですよ。黒く斑点に残ってるのはそれはもうサビの因子ですから、それが残っててどうこうしてもまたそこから花開き始めるので、で仮にほぼ完璧に近い状態で金属面を露出して光り輝すことができたら、ちゃんと防水塗装して何らかの塗装しておけばそれは一番いいでしょうね。ただ構造的に絡んでる場合はなかなかそれができやりたくてもできない場面があるはずですよ。だったらバラさなくてもよくて進行を防ぐという意味ですよ。という意味ではそれが一番いいんじゃないかな。塗料メーカーが出してるもので仕上げた後に油を塗るのスプレーがある、エアラストっていうそこの商品名なんですけど、やっぱりちっちゃい穴からバーッと吹くと、グリースまでは固くないんだけど、要はベタベタ状をキープする油面なんですよ。だから本当にもう直した、袋の中もちゃんと処理した、もう二度と錆びさせたくないというのは、塗装の上からそれをさらに塗っとくとほぼ完璧かもしれない。塩害の上にそれ塗ったってダメですよ。錆との戦いですよ。本当そうですね。